今年1月、山鹿市内に一人で暮らす高齢の女性にかかってきた電話。あなたの口座情報が漏洩し、警察官と検察官で捜査しています。警察官を名乗る男にこう言われ、親族や金融機関の口座の情報を伝えてしまった女性。言葉巧みに誘導されるまま、金融機関に預けていた金をインターネット上で複数回他人の口座に振り込んでしまったといいます。その総額はおよそ3000万円。今月9日、高額な金の動きを不審に思った金融機関が女性に話を聞き、事件が発覚しました。およそ3000万円は振込先の口座にはほとんど残っておらず、警察が詐欺などの疑いで捜査しています。県内では去年、玉名署と八代署の管内でそれぞれおよそ3500万円を騙し取られる詐欺被害が起きていて、被害総額は1年間でおよそ2億7000万円余りに上っています。警察は電話でお金の話が出たらまず詐欺を疑い、家族や周りの人に相談するよう呼びかけています。この手の詐欺の中でもですね、このインターネットバンキングを利用した詐欺というのは、つまり自分の口座をインターネット上から操作できるのがインターネットバンキングなので、もうこれを一度悪用されるとですね、もう口座から根こそぎお金を奪い取られる恐れがあるわけですね。だから非常に慎重にしなきゃいけないんですけれども、今回のケースでは、それを無理やりというか、うまく解説させられてしまったということで、非常に去年増えてるんですよね。ですから金融庁も非常に警戒を呼びかけていますので、インターネットの取引は便利ですけれども、慎重にしていただきたいと思いますね。今回その口座を開設させられたかどうかというところなんですけれども、被害に遭った高齢の女性はもともとインターネット上の口座を持っておらず、女性が犯人に言われるまま口座を開設したのか、また女性が教えた情報から犯人が口座を開設したのか、そういった可能性があるということなんですね。今回の手口は金融機関の窓口で手続きをするのではなく、インターネット上で振り込みが完了してしまうことから悪質と言えますよね。そして県内では詐欺とみられる被害が他にも相次いでいるんです。御船警察署管内でも男性がパソコン使用中にハッカーに抑えられましたという警告が出て、電子マネーカードで5万円の詐欺被害が起きています。このほか被災地に支援物資を送る、不要品はないですかという電話、不審な電話も確認されています。警察は不審な電話を受けた場合は一人で判断せずに周りに相談するよう呼びかけています。